極真会館埼玉南支部支部長、そして日本代表チームコーチの鈴木雄三です。今日は昨日に引き続き第12回全世界空手道選手権大会の C ブロックの有力選手を紹介していきます。 C ブロックのトーナメントはこんな形になってます。 C ブロックの軸となるのは新田翔輝選手とアンドレ・ルジン選手、この2選手を軸に C ブロックは展開されると予想されます。新田翔輝選手は日本の4強の一人と数えられています。日本の4強は上田美希夫選手、鎌田翔平選手、高橋優太選手、そしてこの新田翔輝選手の4名です。他の日本代表選手もとても強いんですけども、やはり大会や合宿などを通じてこの4人の強さは最際立っています。そしてこの新田翔輝選手は4強の中で唯一全日本大会の冠がないんですけども、だけども長年にわたって日本人選手のトップを走り続けてきて、とても頼りになる存在です。新田選手は千葉独特のどつき合いを信条とした徹底的に打ち合うスタイルを好んでいます。どつき合いばかりが注目されますけども、意外といったらあれですが、頭も良くていろんな駆け引きをしながら試合を展開させています。相手の弱点をうまくついたり自分のペースに持ち込んだりするのがとても上手な選手です。そして新田選手の武器は何といってもそのハートの強さです。新田選手が試合や練習を通じてへこたれている姿を僕は見たことがありません。新田選手は絶対に心が折れなく最後まで勝負を捨てない、そんな男気のある選手です。彼も今大会をラストと捉えて試合に臨んでいるので、きっと今大会でもかなりの活躍が期待できると思います。逆サイドにいる強豪選手はロシアのアンドレイ・ルジン選手です。アンドレイ・ルジン選手は2年前の世界唯一制の軽重量級のチャンピオン、そしてロシア国内の大会でも体重別では軽重量級をほぼ制しているかなりの強豪です。代表合宿や強化稽古を通じて選手とコーチ陣は海外選手の対策を練っているんですけども、このアンドレイ・ルジン選手の対策はなかなかこれといったものが浮かびませんでした。そのくらい彼の組手には穴がないわけではないんですけども、あまりにも勢いがあって、その勢いをどうやって止めるのか、これが難しい選手とも言えます。アンドレイ・ルジン選手のスタイルはとにかく徹底して突きの連打を打ってくるところです。187cm の84kg、線はそれほど細くないんですけども非常に打たれ強く、スタミナもあり長い手足を生かして相手選手をメタメタにするぐらい突きでラッシュを打ってきます。突きの力も非常に強く、一発一発が殺人的な破壊力を秘めていて、かつその突きでラッシュをしてくるわけですから、相手選手はたまったものではありません。このアンドレイ・ルジン選手の勢いがもし止まらなかったら本当に一番上の頂点まで勝ち上がってしまう、そんな実力を秘めた選手です。誰が一体アンドレイ・ルジン選手をどのように止めるのか、そういったところも世界大会で注目すべきポイントだと思います。その2人の選手を軸に展開していますけども、ここもかなりの強豪選手が揃っています。ロシアのモデルジ・カパナーゼ選手、カパナーゼ選手は長きにわたりロシアのトップ選手として君臨しています。デビューしたての頃はとにかく破壊力が強く勢いで相手を打ち負かすスタイルでしたが、最近は長野選手同様に駆け引きを覚えたのでまた崩しづらい選手へと変貌しています。カパナーゼ選手の武器は破壊力です。とにかく突き蹴り全ての攻撃に殺傷能力を秘めていて、その突き蹴りが当たってしまったらかなりのダメージを負うことが予想されます。今年の全日本唯一制大会も、いろんなアクシデントが各選手にあったとはいえ優勝を収めています。カパナーゼ選手も C ブロックの強豪外国人選手の一人と言えます。
次にこれもまたロシアのダニル・ゴリューシキン選手。ゴリューシキン選手は194センチの102キロと、これもまた長身で体もごつく攻撃の威力を秘めた選手です。足元を崩したりなどの小技も効いて、日本人選手にとってはやりづらい選手の一人と言えます。メンタルの弱さはところどころに見られるんですけども、今回はやっぱり世界大会なので、この大会に向けて選手はみんな仕上げてくるので、その弱点のメンタルの部分も克服してくるかもしれません。 C ブロックは3人の強豪ロシア選手が点在していますけども、日本人選手も戦力が揃っています。まずは小林健斗選手。小林健斗選手は唯一代表の中で軽量級の体ながら選出された選手です。小林健斗選手の武器は何といってもスピード感あふれる攻撃と、そしてキレ、殺傷能力を秘めたキレです。小林健斗選手の攻撃のキレは本当に凄まじく、重量級選手独特の体重を預けたような突きではなく、キレ、体の瞬発力を使った点でつくような攻撃が身上です。世界大会では毎回軽量級や中量級の選手の活躍が目につきます。ぜひ軽量級の小林健斗選手の活躍も期待しましょう。続いては加賀武博選手。鎌田翔平選手と同門も城西支部の選手です。今年の全日本ウエイト制大会で中量級で優勝しています。加賀選手の武器もスピードと破壊力です。とにかく出入りの速い組手、そしてラッシングスピードも凄まじく、下段の足の威力は凄まじいものを秘めています。加賀選手の攻撃は近くで見ていても本当に痛々しくて、この攻撃を食らったら相手はひとたまりもないなと毎回稽古で感心して見ています。彼は精神的に乗ると手がつけられなくなるので、ぜひ世界大会でも声援を送っていただけると彼が 120% 力を出せると思います。続いては西村海斗選手。西村海斗選手は188センチ110キロと非常に大柄な体格を持ちながら、上段回し蹴りや後ろ回し蹴りなどの大技もひょいひょいと出してきます。西村海斗選手も城北ユースエリートに所属していて、この1年間でかなり力をつけてきています。以前は、大きくて打たれ強くて上も蹴れるぐらいの選手だったんですけども、最近では殺傷能力も身につけていて、今大会の日本の秘密兵器と言ってもいいのではないでしょうか。彼は学生時代にラグビー部に所属し、フィジカルもメンタルもスタミナもトップアスリートとして一流のところにいます。あとは着実に強豪選手を打ち破っていくだけの安定感、これが出てくればこの世界大会で大きく飛躍する可能性を秘めています。続いては長澤大和選手。長澤大和選手もあまり全日本大会や全日本ウエイト制大会で成績がないので、もしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれません。長澤大和選手も最終戦末戦となった東日本大会で結果を収め、さらに推薦もあって日本代表に選出されました。長澤大和選手の武器は前へ進みながら突きを打って前進することです。細やかなテクニックはないかもしれませんが、打ち合いになった時の彼の勢いは強豪外国人選手にも通用するかもしれません。まだ19歳と若いので、若さあふれる戦いを見せてほしいです。以上が C ブロックの有力選手の紹介でした。この動画が役に立ったと思ったらグッドボタンお願いします。明日は D ブロックの有力選手を紹介していきますので、お見逃しがないようにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。おっす。